それでは今日、ゲストのゴビーさんにお願いいたします。イエス、ダッチャーです。ダッチャーです。お願いいたします。しょうもない。見てくれたみたいな。イエス大チャンネル。イエス大チャンネル。ありがとうございます。あれなんか変えてほしいっすよ。なんか今日飲んじゃう。もうちょっとなんかいいね。そうそう。うん、だけど最後にはその多分できとると思うんですよ。うん、大ちゃんが次回からイエス大チャンネルどういう感じでやっていくかっていうのは変えます、うん。お願いしますよ。で今日の本じゃあ、あちょっと潰れちゃって。あれじゃないですか。おにぎり村の。おにぎりビレッジの。ああ、噂のな。西ビルの。西ビルの。クラスの。クラスの。これ、今日のこれ、鳥居さんはどこのやつですかね。本日、新八さんが。いや、ありがとうございます。新八さん。案件を待ってます。そうですね、そうですね。あと、おにぎり村の。おにぎり村。おにぎり村。キクラゲ。ああ、いいっすね。最高じゃないか。これ、うちの実家近所のおばちゃんがやってるっすからね。キクラゲと、スペシャルと、スペシャル知らない？知らん。あ、俺前食ったんすよ。ナーツ、ナーツと、はい。具が何も入ってなかった。まさにスペシャル。3つ食べて3つとも具が入ってなかった。そういうもんだね。え、塩むすび的なやつからじゃん。あ、そうだね。そうだね。塩おにぎりだよね。わかんないな、それ。あ、そうなの。あっつ。あっつ、あっつ。熱い。違う。パンパンになったね。やりすぎだったね。やりすぎだった。熱い。パンパンだったね。熱いなこれ。これちなみにどちらの？あ、成城石井です。どちらの毎週です？成城石井です。成城石井。案件待ってます。ねえ。まあ、ねえ。絶対来ないね。絶対。ねえ。こんな下品な集まりのね。ヒゲ面の。みんなこれ。やばいな今日。いただきます。あ、酒に合うな。うま。うん。うめ。それじゃゴンはな。案件は。酒に合うな。案件は。酒に合うな。だけじゃゴン。うめ。そんだけ。来るわけないがそんなんで。そんだけじゃゴンね。やってみてください。酒飲んでねえけど。あ、そっか。別に俺らは案件待ってない。まあそうだ、もうね。やってねえけど。はい。やろ。別にあるものを美味しくいただくだけなので。美味しい。案件待ってるでしょうかね。酒に合うはうまい。もうテイクアウト用のこれ使っても。最高し、最高し。できるやん。あ、いやいや。あ、はい。まあまあそんな感じで、はいはい、ちょっとずつ始めていこうと思います。はい、ですね。いや、DJ。ゴビーさん。まあ、そのカンペみたいなやつ。カンペです。完全な。忘れる。今日、神の声がちょっと不在なんで。神がいい。ちょっと電車で鬼の声、鬼の声、鬼の声、不在やから電車で帰ってきました。まあゴビは岡山で、まあ、クラブマーズで店長さんやってたんですけど。店長さん。約何年やってた？店長？うん、店長。店長多分8年。あ、そんなやってた。長い。長いな。長いわ。8年か。8年で。11年あった中で。うん、あ、すごいな。あ、その前。絶対ダメなんですね。まあ2代目店長。違う違う、健太郎くん乗って、マイト君乗って、ね、うん、あ、そっか、その間ちょっとカッツくんと、アジェンスのカッツくんがやって、で、マイト君懐かしい。あ、そっか、懐かしいな。そうそう、マイト君はね、でもうち子供生まれた時に、犬一番来た。一番来てくれたの、マイト君。あ、なんか、髪を突っ込んだね。すごいな。誰が来たかと思ったら、マイト君。そう考えたらまず懐かしいな、そんだけいろいろ、いやいや本当に、でもね、僕もお世話になってめちゃめちゃね、うん、8年か、うん、あとリニューアルしてから、リニューアルっていうかリニューアルする前かな、全部で11年一番最初のとこからもいたんか、うん、店長はしてないですけど、うん、その、うん、マーズの会社あって、うん、そこの服屋のランプは、いやー、そう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 、うん、で店長とし、うん、で、からです、岡山だったら結構本日は長いな、そういう店長歴ったら長い、長いっしょ、長いっしょ、クラブ店長歴は相当。何歳からだったっけ？
何が？え、その店長。あ、店長や始めたの？うん。店長は24か25？あ、結構若い。若い時からな。知った方がいいし。知った方がいいし。歌方がいい。これを探しても思い出ビーフの目。これを探しても思い出。そうかそうか。24からか。そうそうそう。でも最初から結構手伝ってはいたっすね、同じ会社ら。うんうん、あ、そっかそっかそっか、うんうん。そうそうそう。じゃあ、部屋出て。うん、夜行ってたもんね。夜行って。うんうんうん、で、もう、僕はその時、倉敷に家があったんで、うん、もう車で寝て、満喫でシャワー浴びて、で、また服屋で。いや、すげえなぁ、もう。え、それどんぐらい続いた？それ、その生活。その生活はでも、2年ぐらい。あ、すげえな、そういう生活、2年もやったんだ。その生活は2年ぐらいしてます。週末は、両方入ってみたいな。今じゃ考えないよ。今無理やん。若いからこそできる。もう、ケンタロウ君がいなくなった時、ほんと大変ですよ。大変だった。まあ、いろんな意味でね、まあ、うん、ゴールデンウィークの初日にいなかった。いやーそう、俺もなんかね、今ちょっと岡山いない人のイベントってイメージがあるわ。いなくなっちゃった人のあのちゃんのイベントの後にいなくなった、はい、うん、これを、いやもうそんなことはいいじゃないですか。いや絶対ダメだよ。ダメなやつ、うん。ゴビがその DJ 始めた。あ、そっかそっか、同級生。うん、大ちゃんと、うんうん、朝までよく歌ったもんね。ここもまあ同級生みたいな。あれにな、まあ、もうちょっと立場的になんか上っぽい。大ちゃんでも長いっすけ。まあまあ長い。そうっすね、でも多分二十歳ぐらい、うん、僕が二十歳ぐらいの時には多分大ちゃん知ってたんで、うんうん。え、ゴビ今何歳って？35です。あ、まだ35だ。はい、あ、5歳違うんだ。いや、ゴビ35か。まだ5です。まあ、まだまだ。DJ 始めるきっかけは、やっぱその服屋で働き出したのがでかい。もうその時やってた。いや、その時はもうやってました。あ、もうやってた。はい。ジュン君の影響？ジュン君の影響がやっぱ大きいそう。うんうんうん。もうその時はレコードあったから、その時レコードです。レコード、はい、ギリギリ、いやでも3年ぐらいは多分レコードしてます。へえ。誰か教えてもらったり、もう独学 DJ ですか？うん、あ、 DJ は始めたのは、うん、あの加藤さんも知っとるんですけど、あのジャガー、うんうんうん、あ、同級生大ちゃんも知っとるな。うんうんうん、と一緒に始めたでけ、うん、バイトが一緒だったんですよ、バイト先は。え、じゃあ酔った、え、何のバイトじゃん。倉敷の駅前にデイリーがあったんですけど。あるなぁ。もう 今ないでしょ。ああ、うん、あの角のところにデイリーがあったんですよ、うん、そこでバイト一緒だった。あ、そうなんですよ。俺初めて聞いた。そこで知り合って、うん、なんかちょうど同じタイミングで DJ を始めるような感じだった、うん。え、それ高校生の？もうほんと高校の終わりぐらい。ああ、そうなんだ。そう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 。卒業しないしな。はい、卒業して高校。卒業してからは専門学校。ああ、そうだ。あれはね、車の整備士。ああ、そうじゃ、そうじゃ。だから、そうそうそう。始めたのはそっから。まあ、独学？独学っすよ。あ、そうなの、ね。試行錯誤しながら。でもそのジャガーの方がやっぱ上手かったんで。あ、そうなの、ね。教えてもらいながら。うん、僕はもう最初の方はもうピッチを駆け出してやるぐらい。難しいよな、やっぱ。いやー、ね、いやー、まあそうね、そんな感じでした。難しいよな、そのぐらい。もう、これで本当贅沢だよね、本当。そうすね、ちゃんとピッチが出るから、はい、レコードは確かに、はい、全部書いてから紙に。いや、そんな感じで。ああ、そうなんだ。で、初めてのイベントもジャガーが勝手になんか組んでて、あいつ始めても1ヶ月も経ってないですよ。マジ？そのどこだった？高校の倉敷の、今ないですけど、うん、何でしたっけ？六本木があったらどこ？ブルースター。ああ、いや俺わかんないな。あったな。ブルースターわかるんですか？
あの駅前の通りの通りの通り、結構広かったよね。そうそうそう、うん、そこで高校卒業した後にすぐ、うん、なんかイベントすげえな、1ヶ月ぐらいでやったんだ1ヶ月も経ってないですよ、うん、急になんかもう決めてきた回ですみたいな、おいおいおいやりたい方ですよね。ピッチとかそれ合わせれんのじゃない、合わせれないです。だから紙に書いて練習したのね。でもみんなそんなのでしょ、カンペがあってこれつなぐみたいな、これ BPM プラスとかマイナスとか、まあ、レコード版書いてる人もいる。アメリカでレコード買うとやっぱ BPM 書いてる人、特にハウスとかはもう本めっちゃ多い、うん、そう、すごいな。でもみんなそんなもんじゃないですか、まあまあまあね、レコードしかない時代が、うん、そうそうそう、うん、でもその時ヒップホップが好きだった。もうそうですね、その時は、好きなんです。何の影響、あその DJ やり始めた、 DJ やり始めた、 DJ とかヒップホップにハマったジュン君はね。いや、それまではジュン君は会ってないです。あ、じゃあないんだ、はい、あその頃、あ会う前もそうタンテルかかっとったんだ。そうですね、高校の、うん、本当冬、うん、2月の終わりぐらい、うん、3ヶ月ぐらいバイトして、うん、もうそれ全部、うん、機材揃えて、何影響、俺とかだったら、うん、その時流行ったのドラゴンアッシュとか、はいはいはい、結構そこら辺で DJ 始めた人も多いし、うん、DJ ヒップホップが好きになってあれきっかけですか。まあまあまあ、うん、なんだろう、中学校多分3年生ぐらいですね。結構早いね。うん。同級生に池田君っていう子がいて、うん、もう僕の家からも一番近かった、うん、地元の生なんですけど、その子の影響が大きいですね。その子がいろいろ聞いてて、うん、ニトロとか、まあそうか、その世代ね。ジブラさんとか、うん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 、あとは DS とか聞いてます。へえ。中学校でもそういうあれなんだ。そう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 、流行ってる。で、日本語ラップになって最初は。あ、最初は日本語ラップ。最初そうですね。でから高校行って、うん、高校の時にめちゃめちゃヒップホップが好きなやつが来たんですけど、うん、見た目全然そんな B ボーイとかじゃない格好してるやつなんですけど、うん、そいつがもう僕のヒップホップ好きで話があって、ある日突然あの洋楽の CD を100枚ぐらい持ってきてた。多いな、100枚。それも学校行かずずーっと、もうその頃僕 MD だったんで、あー、MD ね、 MD にもうずっと入れまくってMD ね、ギリ MD 世代か。僕 MD 使ってました。ギリよね、だからもうその後はもうほとんどいないんですよ、ね、MD は。まあ MD でも一緒になったっすよね、うん、いや残んなかったね、MD は。それですかね。そっから洋楽、ね、そっからでも洋楽にハマってた、うんうん、最初何聞いて洋楽。いやでも全部貸してくれたんで。そういう時は、まあ、例えばえでも普通にツーパック、ツーパックいろいろ持ってました。あ、そうなんだ、はい、あその子は結構本当詳しかった。本当詳しかった。で DJ になりたいと思ったのが、うん、あでもリルジョンの PV を見て、ゲットローの、あー、まあ、クラブでワイワイしてる感じじゃないですか、うんうん、花火やかな、これちょっと楽しそうだな、うん、あ5歳違ったでもだいぶ違うな、うん、その入るきっかけって。そうですね、全然違う、うん、全然違うでしょ、うん、俺はだってハードコアとかメロコアとか、はいはい、そうそっからだんだんそのドラゴン足とかそのミクスチャーってのがあって、はいはい、B 本ついてるよフンビーが。まあ最初でも抵抗あるよな、そういうバンドとか流行って、うん、速いビートからヒップホップの緩いビートとか、俺は最初抵抗あってヒップホップなんか乗れんなみたいな。いやヒップホップのやっぱあのビートってね、あのサンプリングの、いやちょっと奇跡なとこあるよね、ね、あれで乗れるっていう、なんか、ね、これでよく乗れるなって最初思うっていうか、まあ日本人だからさ、聞き慣れてないビートって、ね、そう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 、だからディスコとかやっぱソウルってなんかやっぱ乗れるけど、はいはいはい、あのやっぱ BPM90 とかね、95ぐらいの中最初めちゃくちゃ抵抗ありましたね、ミックスって知らないからね。ああまあまあまあ、うん、そうですね。
ミックスしってやっぱあの気持ちよさが、はいはい、うん、分かる分かる、まあ、でも DJ してないとそれって分からない、もう全然 BPM って何ですかみたいな、絶対に分からない、そう、あれをずっと車の中で聴いてても、いや、なんか盛り上がんねえなみたいなのもあるかもしれない、ね、BPM どうやって説明するんですか、 DJ スクール。もう最初はまあアナログで、まあ、基本はやってもらいたいけど、まあでも最初はまあそれでやっぱできなかったらすぐ挫折するだ、うんうん、だからまあ最初はパソコンでやってみてって言って、でこうやってここのタイミングで話したらミックスできますよ、実際あ簡単じゃんってなったら今度アナログでやってもらったりとか、 BPM の表記をシールでもう見えなくして、いやさっきやってこやったことをそのままやってください、まあ、できないで、そこまでそれ教える難しい、教えるのが一番難しいですよ。難しい。個人差もあるし。あ、個人差ある。でもやっぱダンスとか楽器してる人ってやっぱ飲み込みっていうか、うん、早いんだよ。早い。うん、それ8カウントっていうの分かったりする。うん、そこで出会ったのが鬼嫁。8カウントの恋が、うん、今じゃカス野郎呼ばれる。ポンコツだね。ポンコツだね。鬼嫁さん見てる。おおいや今日はもうやばいじゃん、鬼嫁のこと語ってもらおうかな。あ、ダメです。また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 の機会、またでも、でもやっぱそういうダンスとやっぱ楽器やってる人やっぱやっぱ違う、はい、まあでも本当人それぞれっていうか、でもカウントとかって最初そんな意識してやってた、そのミックス、その DJ やると、それはでもジャガーが教えてくれた。あ、そうなんだ、すごいな。おお、すごいわ。あ、そうなんだ。そうっすね、あいつが教えてくれたんで、すごいな、俺完全もうノリっていうか、はいはいはい、あ、ここのタイミングでミックスするんだ、はいはいはい、だから8カウントとかそういうあれとか全く意識したことってなかった、なかった、全くない。どんくらいで意識し始めたの、ここ最近。ここ最近ほんまに？なんか教え出して、そのエイトカウントとか、ああ、そうなんですよ、そうそう、まあ、説明するのね、説明するのは大事、やっぱ感覚的には分かるけど、まあ説明するのはね、感覚でやっても教えるのとなったらまた全然違ってくるし、ほんまここ最近ですね、だからこういう感じでやったらなってみたいな、まあ、パソコンだったら変にマーキングして、あ、ホットキューか、やってこことここのタイミングで手を離したら合わさりますよっていう、もう言ってみればゲーム感覚ですよね。確かに、うん、だから本当誰でも、バカでもできる、うん、まあ正直そう、うん、数字を合わせてタイミングよくて、うん、でもちょっとカットインとかってどうなんですか、その生徒さんとかもうちょっと逆にカットインあんまりできないみたいな、あ、やっぱみんな難しいって言いますよ、うん、もうだって普通ミックスだったらこう、うん、早かったり遅かったり、まあそうね、レコードこうやってやったりとかこう、うん、触って遅くしたりとか、カットインでもぶっつけ踏ん張っていうか、生音とかがもうで、まあ、ファンクとかソロとか DJ しようと思ったら、うん、ちょっともう難しい、あ、難しいですよね、うん、どこできるとか、うんうん、まあでも経験しかそれは、うん、まあ確かに家でやるのと現場でやるのと本当全然違うじゃないですか、そうね、あの緊張感とか、うん、やっぱ生音系の人もやっぱ CD とミックス CD とか、はい、まあ、俺たちはテープの時代、うん、やっぱ今出してる人ほんと少ない、あ、いや、うん、だからムロさんの、ね、テープとか今、ね、再発というか、うん、まだあの発売されてるけど、やっぱそういうの聞いてね、はいはいはい、うん、やっぱこうちょっと生音とかいいですね、もっとね、うん、なんかこう伝えていくとまた面白いかなと思うけどね、はい、ゴビ誰を参考にしてた、DJ ですか、うん、やっぱ純粋じゃないですか、あ、そうなの、うん、まあ、やっぱラッパキッカ、その服やそうですね、僕がだけ岡山で専門学校出して、うんうん、で、ラッパに初めて帰る、うん、出して、そっから、うん、いろいろ教えてもらって他はまあミックス CD とか、まあテープはもう終わってた、ゴビーとギリテープもあったかな、あったと思うんですよ、うん、何買ってた、ミックス CD、 ミックス CD もうとりあえず何でも買ってました、片っ端から、はい、へ、外人のミックスも買うし、うん、
っぱそれいいよな、なんかいろんな人が聞いて、うん、そうですね、だからいいとこ取りっすね、うん、あこれいいなと思うとこは全部自分の中でプレイに取り入れて、うん、最初やっぱでも真似事するのが一番上手くない、まあまあまあそうですね、まあ、とりあえず上手い人の真似、まあ、だからレコードの時とか本当良かったですね、うん、あの DJ ブースで見れるじゃないですか、あだからそれをメモって、あそうなんだ、知らない曲とかあったらね、結構メモれるじゃないですか、もう勝手に覗き見して、うん、覗き見もそうだし、覗き見バージョンなら見せてくれるようになるし、うん、あそれでコミュニケーションがね、そうですね、そこから覚えてもらって、うん、でも DJ やってたらそれ嬉しいもんな、この曲になるのまあそうですね、うん、しかもレコードとかでね、僕ら世代で持ってて、うんもうこれはなみたいな、うんまあ、ちょっとなんか誇らしげじゃないでやでーみたいな、うん、見せれるじゃないですかね、うん、それはそれで良かったですね、うん、確かに今でもはやあれだ Spotify とかもあるけど一曲単位だから、はい、ミックスで聴いてる人って多分すごい少ないそうですね、まあ、ミックスクラウドとか、はいはい、サウンドクラウドとかあるけど、うん、やっぱ基本的にはあれだ一曲ずつ聴くっていう人もいるから、うん、そうですねあんまりだからうん昔みたいにミックス CD とか聴いてなんか勉強するっていう DJ の人って結構少ないと思うな、うん、あ DJ でも結構少ないと思うあそうなんだ、うんまあ、確かにミックス CD 聴いてこのつなぎいいっすみたいなこと最近聞かないねあそうなんだ、ね、一般の一般いうかもう DJ やってない人がいい CD ありますかみたいな感じの方が多いかほんとただミックス CD とかテープって本当俺も片っ端からいろんな人に聞いて、うんまあ、この人のかっこいいなこの人はあんまり微妙かなみたいなまあ聞かないと思う分かんないけど、うん、でもやっぱいろいろ聞くのってすごいいいな、うん、聞いてみてね、うんうんまあ、そういう意味ではいい時代っちゃいい時代な、うん、今みたいにミックス CD とかめちゃめちゃいい時代だったと思うんですよ、で多分売り上げも相当すごかったんじゃないかと思うよ、ミックス CD の。いや、それこそ売れてるでしょ、うん、有名な人とか、小森さんとか、ああいう、いや、そうね、人とか、えぐいじゃんね、うん、そのマンスリーで出した、うん、確かに。レコード、どこで買ってたの？レコードはグリーンハウスでしょ、うん、アンガスでしょ、アンガスね、この間も出てきたアンガスね。まだその世代だ、うん、そうそうそう、うん、アンガスも結構行ってましたねやたら変なのも持ってきたりもするんですけど でも何回か通ったら、うん、自分が好きそうなの全部あチョイスしてくれる、うん、出してくれたりしてたんで、うん、あとはそうですねレコードは大阪とか結構行ってました、うん、マンハッタンとかとかもシスコとかもキングコングもそうですし、その頃大阪もめちゃめちゃでこやったんで、一、うん、日回るだけでちょっと回りきれんぐらいの勢いだったんで、うん、DMR とかもね、うん、そうですね、ちょうどいい時代やな、ほんま、そう、だからもう全部働いたボーナスとかは全部レコードで、まあそうなるよな、レコードだったら、そう、家に送ってみたいな。うん持ち帰れないじゃないですか、うん、ボーナス全部使うわけですよ、うん、通販とか通販はそんな しなかったっす、あ、本当に、僕は、うんはい、まだネットで買う時代なかったっ、いや、ネットでも買える時代です、あ、本当、はい、俺もだってマンハッタンとか毎週カタログ送ってきて、うん、電話で、うん、この番号のやつ、うん、何番来たら送ってきてもらってっていう感じだったっ、いつもだから電話してみたいな、え、そう、あ、俺でも DMR はファックス、そうそうそう、はあの今週の言って送られてきて、はい、それをファックスで流す、うん、あ、そういう買い方だったな、まだネットはなかったから、うん、僕はそういう通販、まあ大阪とかにも買いに行ったりして、うん、まあでも本当にいい時代だった、うん、面白かった、まあ面白かったね、うん、レコード振るな、うん、レコードやったらみんななんか回して DJ しだいね、マンハッタンとか行ったらなんかちょっとかっこいいな、うん、なぜかかっこよく聞こえるのよね、うん、またね、